兄貴はダッシュで教室出たから知らないのか。数学のプリントこの休み時間中に提出だよ。え、ほう、そんな私のことは本当に。男らしいじゃない高幸。そんじゃいってらっしゃい。授業が終わったら骨は拾ってあげるわよ。あ、間に合わなかった、残念。お邪魔します。この前はどうも。座って座って。はるか。あ、高雪、おかえり。あ、こんにちは。ですけど、ちょっとだけ。無理でしょうけど、このまま白陵大に行って児童心理学を専攻したいって思ってるんです。今日の放課後、用事ある？じゃあさ、ちょっと付き合ってくれない？それは後のお楽しみ。とりあえず、あの丘に来てほしいの。そう。あ、でもそのことは絶対内緒にしててね。シンジ君もダメだよ。なんでも、これ、一生のお願いなんだから。ね、高幸。美月は、来ません。なるみくんを呼んだのは、私、です。美月は、来ません。夏祭りに行くよりも、初めてここを知るよりも前からずっと好きです。
私と…付き合ってください。ごめんなさい。そうですよね。いきなりですもん。ダメですよね。なんか私、一人で舞い上がっちゃって。ごめんなさい。出ちゃってごめんなさい。本当ごめんなさい。
当ですか？Thank you.
でしょ。私が一肌脱いであげないと何にもできないからさ。で、どうだったの？とぼけないで。ちゃんと聞いたんでしょ、はるかの気持ち。で、高雪はどうしたの？そんな中途半端な顔してないでしょ。見ればわかるの、高雪の名はいい。そっか、オッケーしたのか。え、何？おいおい高雪くん、なんだよ、水臭いじゃないか。隠すな、この野郎。お前、鈴宮と付き合い始めたんだって？大丈夫か？なーに？あらら、どうしたの？高雪ちゃん、もう一人の体じゃないんですよ。だって遅かれ早かれ言うんでしょ。昨日一人で残るってそういうことだったんだな。そうみたいね。じゃあ今日は早速初デート。だって今日は土曜日だし、なんか面白い映画ってやってたっけ？鈴宮はどんな映画が好きなのかな？ね、じゃあ何するつもりだったんだ？はあ？高雪、本当に付き合う気あるの？その早くも冷めた態度は何なんだ？そんなこと？高雪くん、申し訳ないが宿題は自分でやってくれたまえ。こんな解消なしに見せてやる必要なんかないわ。行こう、シンジ君。B 組も終わったみたいだぞ。ほら、はるかを迎えに行くんじゃないの？よくないわよ。ほら、来なさい。何恥ずかしがってるんだよ。ほら、
の…私、昨日、眠れませんでした。なるみくんは、どうでしたか？そうですか。それじゃあ、なるみくんは趣味とかありますか？あるかなってぐらいで、何が面白かったんでしょうか？
ビを見たり、本を読んだり、友達と遊んだり。なるみくんは？私も好き。そう？まだ行きたいんだけど。飲んでるって言うから。あ、私ここで。それは…高行き。あんたバカじゃないの？あんた以外に誰がいんのよ。どうして遥を映画に誘ってあげなかったのよ。言ってない。昨日電話で遥と話したからよ。もう少し強く行こうって言えば、あの子だって行きたかったんだよ。はるかの性格考えなさいよ。
よ。はるか高幸の彼女でしょ。好きで付き合ったんじゃないの。何よその間。とにかくもっとリードしてあげてよ。あんたどうでもいいことは強引なんだからさ、その調子で。とにかくしっかりしてよ。言いたいことがあるんだって。え？ほら、さっき謝るとかなんとか言ってたじゃない。おいおいおい、なんかいい感じだな、高幸。うんうん。ああ、鈴宮はともかく、お前のういういしさは見てて楽しいぜ。ごめんね。謝らなくちゃいけないのは、私の方なのに。広いの。だから細かいところに目がいかなかったりするんだって。私は A 型。一番いいって。
私だけなら。あ、ここ。よければお茶でも。そう、うん、うまくやってる？何？え？大学教授だよ。聞いてないの？なんで本人に聞かないのよ。で、それがどうしたの？初めはびっくりするよね。じゃあ、アカネにもまだ会ってない？はるかの妹よ。そうそう。そっか、まだ会ってないか。面白い？そうね、面白いかも。あ、ほら、B組は体育らしいぞ。結構話題になってるみたいだぞ。お前と鈴宮のこと。そりゃ隠れファンが多かったってことだろ。念のために言っとくけど、お前のじゃないぞ。よかったな。ある意味羨望の的になるのは結構気分いいもんだろ。お前がこの学園で感じることができる数少ない優越感じゃないのか。モテるものの余裕か。その立場にいると実感ないと。ほんと、よかったな。夜からなんだ。
うだな。鈴宮は予備校とか塾とか行ってないの？私は別に。じゃあ家庭教師とか？それも特に。じゃあ完全独学。へえ。ねえねえ、ちなみに志望校は？うん。お、そうなんだ。学部は？学科は？高雪、どうした？高雪のやつ、今志望校変えようかどうしようか悩んでるはずだよ。鈴宮と同じところにしようかどうしようかって悩んでるんだ、あの顔は。付き合い長いから、鈴宮もそのうち分かるようになるよ、俺なんかよりさ。はい。これで優越感を感じないとは。一瞬お前に殺意を覚えた。じゃんか、大事にしろよ。それじゃあ私はここで。また明日。なんか悪いことしちゃったな。どうしてって。お前結構冷めてんだな。いや、まあそこまでいかなくても、なんつうか付き合い始めってもっとラブラブかと思ってたからさ。気悪くするなよ、ふと思っただけなんだ。
それじゃあ久々にゲーセン行こうぜ。よし行こうぜ。校長の話いつも長いからな。終業式は特にね。でもまあこれで夏休みだしね、高行き。学園生活最後の夏休み、お前にとっては彼女と過ごす最初の夏休み。かー、いい響きだな。おいねえ、羨ましいな。そんなの関係ないって。どこ行くの？恋人同士といえばやっぱ海かな。いいね、青い海、白い砂浜、砂まみれのイカ焼き。あれ、あそこにいるのはるかじゃない？はるか、こっちこっち。あ、どうも。どうも。今ね、高雪に聞いてたの。夏休みはどう過ごすのって。え、うんうん、夏だし。まだ。うん。鈴宮、またカラオケ行こうね。ちょっと、今の態度は何よ。追い返すなんて一体どういうつもり？そうだよ、鈴宮ちょっと寂しそうだったぞ。おい、ほっとけるわけないでしょ。はるかは私の友達よ。どういうこと。高雪、ひょっとしてうまくいってないのか。
たちはお前の友達だな、ハヤセ。だから俺たちはお前のこと心配してるんだよ。綾瀬は？ごめん、私もそんな感じ。綾瀬にしてみれば鈴宮はやっぱり大切な友達だろ。そんな二人がくっついたんだ、そりゃ気になるよ。俺も調子に乗ってた、ごめん、謝る。さっきの態度、ただ照れてただけならもう何も言わない。でもさ、女の子って態度で表してほしいんだよ。それ忘れてほしくないってくらい。繋いであげなよ。待ってるよ、はるか。